問来てた。マミーを使うのは犯罪ですか？結論、犯罪になる場合とならない場合がある。まず、犯罪にならない場合、マミーを持っていない、もしくは最初の札に入らなければ無罪。でも、最初の札に入ってしまった場合、裁判次第では犯罪になり得る。でも、札に入ってきたマミーを出してしまった場合、重罪。刑法2400条のキモすぎ理不尽罪に当たる。その場合、懲役2000年、もしくは8兆5000円の罰金、さらには死刑800回になる場合がある。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。デビル法律事務所。